日本東京都目黒区目黒本町目黒本町は東京都目黒区の町名。現行行政地名は目黒本町1丁目から6丁目。郵便番号152-0002。目黒区の南東部に位置する。全域が南部地区に属し、不動、ガツ高原、向原、日野、各住区にまたがる。地域北部は目黒通りに接し、これを境に目黒区中央町。 高番にそれぞれ接する。地域東部は目黒区下目黒、品川区小山台にそれぞれ接する。地域南東部は品川区小山に接する。地域南西部は目黒区原町に接する。地域西部は目黒区ひも屋に接する。羅漢寺川が流れる。地域内を26号線通りが通っている。地域内は住宅地となっている。住宅地の地下は、 2021年1月1日の工事地下によれば、目黒本町3の16の6の地点で88万8千円平方メートルとなっている。町目ごとの面積及び2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。1966年に従前の月光町、 東町、向原町と清水町の大部分、ひもん一丁目、同二丁目の各一部から成立。地域的にも、目黒の中心にあり、上目黒、中目黒、下目黒はあるが、本町はないということで、住居表示の際に、住民を呼び、町会の提案、投票を経て採用された地名である。清水東町会志向によれば、住居表示実施の際、 地区から地元旧町会に住居表示名を何とするか、打診があったが、従来の地名は一切使わず、全く新しい名称にするということで、清水東商会では13の案から投票を行った。投票の結果、1位は清水が丘であったが、旧省に由来するため不採用となり2位の目黒本町に決定された。その他の候補には、南目黒や南が丘の案があった。 旧東町の地主は安藤沙太郎、目黒区会議員の安藤誠二郎、旧向原町の地主は安藤沙太春などがいた。当地域内の南端方向に東急目黒線、武蔵小山駅と西小山駅がある。地域南東部では武蔵小山駅が南西部では西小山駅が利用可能である。また、地域北部は両駅のほか東急東横線、 学芸大学駅も利用可能。路線バスはいずれも東急バスで目黒駅から地域北部の目黒通りを走る路線のほか26号線通り上には武蔵小山駅を経て五反田駅方向、学芸大学駅を経て世田谷区民会館方向へ向かう路線が通る。地域北部西部の円融寺通り上には渋谷駅と専属駅を結ぶ路線が走る。 渋谷駅行きは、目黒区総合庁舎へのアクセス路線も兼ねる。ありがとうございます。